ウボアオ。皆さんこんばんは。この落とし物はもしかして、ミッチェルのだったら写真をもらえるチャンスだけど果たして。ミッチェル君の家の近くだから持ち主の可能性はそれなりにあるはずよね。すっかり暗くなっちゃった。そこでこの本を拾ったんだけど。ごめんねー、これ僕のじゃないやー。またしても写真ゲット。ならずてことで落とし主のパッチ君に本をお届け。ぬいぐるみみたいで可愛いな。霊夢、そういえば今日はまだミッチェルにプレゼントを渡してないんじゃないか。まだ写真をもらうチャンスは残ってるわね。それじゃあこのモロッカンなソファを買って。あ、15,000ベルもするのね。お高いプレゼントだな。きちんとラッピングしたのをプレゼントよ。もう待ちきれないから今すぐに開けちゃうねー。これひょっとしてモロッカンなソファじゃないの。もらうからにはお礼をしないとねー。このアイマスクを受け取ってよー。悟空、アイマスクですって？アイマスクをもらうなんて珍しいぜ。それじゃあアイマスクをつけて。霊夢のアイマスク姿をミッチェルが不思議そうに見ているな。まさかその場でアイマスクをつけるとは思ってなかったんでしょうね。どうやらすでに興味をなくしたようだぜ。私はこのままどうすればいいの？アイマスクをしていたからよく眠れたわ。霊夢、なんかシュノーケルをつけてないか？エイブルシスターズで見つけたから衝動買いをしてしまったわ。ってことは今日は素潜りにちなんだ場所を作るんだな。素潜り？何それ。素潜りっていう気分じゃないから着替えてきたわよ。お花のお片付けか。スズランは捨てるに捨てれないし、どこかに移しておくわね。花を摘んで売ることもできないし、確かに扱いにくいよな、スズランって。砂浜のお片付けが終わったからと、ある家具を使って建物を作るわね。今回もまた砂浜を飾るんだな。それじゃあ使いたい家具をリメイク。横長の展示台は今回の島くりではあまり使ってないよな。神社の中に怪しい美術品を飾るために使ってるだけね。グレーにリメイクすると少し古そうな建物が作れるかもね。それで、砂浜に古い建物って一体どういう施設なんだ？診療所よ。そういえば病院を作ってほしいっていうリクエストがいくつか来てたよな。離島にある診療所を画像検索したんだけど、こんな感じの四角い建物だったのよね。ふむふむ。ってことで横長の展示台を並べるだけで外観は作れるんじゃないかと思ったわけよ。そうなんだな。マイデザインは使えないから床は砂浜になっちゃうけどね。その点は家具をいっぱい並べて地面を見えなくするわね。建物一個作るのに結構な数の横長の展示台が必要なんだな。あ、一つ足りないや。ということなので先に内装を作っていくわよ。いっぱい展示台を使った割にあまりスペースは広くないぞ。必要なアイテムを全部置けるのか心配になってきたわ。でもこの机と椅子さえあれば診療所に見えるわよね。確かにそうだぜ。あとは骨格標本と手洗い。その家具は初めて使うよな。それと医療ワゴンよ。医療ワゴンはめっちゃリアルな家具だぜ。患者さん側に点滴を置いておくわね。診察室が見えないように病院のついたてを設置。霊夢、患者さん用の椅子がないぞ。いい感じの丸い椅子がなかったからヴィンテージなスツールを使うわね。できればもうちょっと一般的な丸い椅子を用意したかったところだな。あとは受付が必要よね。木目の教卓はいいチョイスだぜ。教卓の上には救急箱を置いておくわね。そしてシンプルなパネルで扉を作ってと。診療所の内装はこんな感じで OK ね。診療所の中は狭いから外に待合所を作るわよ。プラスチックベンチの黒は少し味気ない気がするぞ。ってことなのでリメイク。外観に合わせるには白が良さそうかな。そうそう、背もたれにロゴをつけられるのよね。このロゴ一応病院って書いてるように見えるぜ。プラスチックベンチは左側に設置するわね。右側にはとりあえずゴミ箱。手前には柵代わりにウッドパーテーションを使うわよ。最近お気に入りだよな、ウッドパーテーション。いろいろと使えそうだけどいまいち使いこなせてないわね。何か新しい使い方を編み出したいぜ。ここに乳母車を置いちゃおっと。入り口はこんな感じに仕上がったわね。建物の左に何もないのが寂しいぞ。ちょこっとだけブロック塀を建ててと。少し街から外れた場所だから乗り物に乗ってくるのがいいと思うのよね。なのでバス停と駐車場を作っておくわね。マイデザインが使えないから駐車場を作るのが難しそうだぜ。線が引けないからね。でもこういう場合は、竹の車止めを使うわよ。これが本当の竹の車止めの使い方なのかな？検索してもよくわからなかったわ。リアルな参考画像も出なかったよな。あつ森の中だけに存在する家具なのかしらね。いやいや、あつ森の中の家具はほとんどがリアルにあるものばっかりだからな。診療所ができたらこっちの空き地もどうにかしたくなっちゃうわね。じゃあ灯台とかを置けばいいんじゃないかな。そうね、マリサ、灯台を持ってきてね。灯台以外にもいろいろ持ってきたから好きに飾ってくれよな。それって灯台に合うものなんでしょうね。灯台というよりも海に合うものかな。手始めに灯台を置いてみるわよ。これって青い島作りの残骸じゃないの。うちの島もそろそろ作り変える準備をしないといけないんだぜ。
ということはマリサが持ってきた家具って、簡単に言うと、在庫処分だぜ。やっぱりそうなのね。言っておくが東大とパブリックベンチ、あとはジャスティンからもらった家具しか持ってきてないぞ。でもこのロッドスタンドは助かるかも。それとこのイカスクーラーボックスもね。いい感じの釣り場が作れそうだろ。いい感じかもしれないけど、どんどん青色に染まっていくのがね。海は青いし別に問題ないと思うけどな。ちょっとキャンプ地っぽくしたいんだけど。それはそれでありだと思うぜ。でも、お肉は食べられないから海の近くの釣りのできるキャンプ地ということで。あつ森の中ではお肉を食べるのは禁則事項だものな。一部静江さんを除いてはなんだけどね。ちなみにこのキャンプ地はお手軽にスクーターでも来られるし、ママチャリで来るのも OK。車で来る人は診療所の駐車場を使ってね。誰にでも楽しめる場所なんだな。こうなってくると美味しいお魚も買えるようにしないといけないわね。そうそう、魚を釣りに来て一匹も釣れなかった人のお土産としても流行りそうだぜ。そんな救済措置的な魚屋をこの砂浜に作るわよ。またまた登場だな、レトロな停留所。海辺の魚屋を作るのにうってつけの家具でしょ。かなり頼りすぎなんだけど頼らざるを得ないよな。多分前出ざありのしまくりをしてもいっぱい使っちゃうんでしょうね。じゃあ次はレトロな停留所も西部の街並みもなしでしまくりしてみるか。そんなになしなし言ってると塔をさら地にして完成になっちゃうわよ。それはかなりヤバそうだから何でも禁止するのはやめておくぜ。でも、この島が完成しても次はプクリン島を作り変えるんだから。第三期ネギがない塔の縛りプレイについてはじっくり考えてよね。ふむふむ。魚屋はこんなものでいいかな。右上に見えてる岩場に何もないのが寂しいな。この岩場ね。あ、言っておくが私にはいいアイデアなんてないからな。せっかくなんとかしてもらおうと思ったのに。ちょっと周りを見て何が足りないのか確認。そういえばゆったりご飯を食べられる場所がないな。ってことはテーブルとか椅子を置くしかないわね。考えた結果丸太のダイニングテーブルと、ワイルドな丸太のベンチを持ってきたわよ。それでいいと思うぞ。先にベンチを置いたらテーブルに物が置けない。それじゃあカップ麺と竹のお弁当箱、壊れそうならラジオを置くわね。あとはケトルも。なんでカップ麺なんだ？こういうところで食べるカップ麺はめっちゃ美味しいらしいわよ。そういう話を聞いたことがあるぜ。まあ引きこもりのマリサには無縁の話だけどね。今の世の中引きこもりは安心安全だぜ。あ、この服装ちょっと場違い感半端ないわね。何か理由があってその服を着ていたわけじゃないんだな。ただ単に住民からもらったものを着回していただけよ。そうなんだな。歩きやすい靴に履き替えてと。まずは診療所から見ていくとしますか。展示台の中には何も飾らなかったんだな。物を置くと逆に不自然になると思ったからね。健康面に特に不安がないから病院には行きたくないわね。ここの釣り場はさっきナポレオンフィッシュが釣れたから大物に期待できるわよ。結構砂浜も埋まってきたな。そろそろネタ切れなんだけどね。砂浜の開発は本当に難しいぜ。というわけでこのキャンプ場が良かったよという人は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回は砂浜以外の島くりかな。もうもうもう。